高山信弘は、日本の政治家。元衆議院議員。学位は修士。静岡県小笠郡大須賀町で生まれた。静岡県立岩田南高等学校を経て、早稲田大学政治経済学部に進学した。大学卒業後、同大学の大学院に進み政治学研究科の修士課程を修了し、修士の学位を取得した。大学院修了後は、 農林中央金庫に就職した。その後、松下政経塾に入塾し、民主党静岡県第三区総支部の支部長に就いたため、退塾した。2011年8月に、元民主党高知県第三区総支部長の中山知と結婚したが、後に離婚した。2012年、修士論文をもとに、脱線量時代の対中政策、戦後の日本は、 中国とどう向き合ったかを出版。2020年4月2日再婚したことを自身のツイッター上で報告した。2009年第45回衆議院議員総選挙に静岡3区から出馬し自由民主党前職の柳沢白を破り初当選した。2012年内閣総理大臣の野田佳彦が TPP 締結や消費税増税などを含む社会保障 税一体改革関連法案の提出を表明した際には批判的な立場を取った。同年12月の第46回衆議院議員総選挙に静岡3区から出馬したが日本維新の会の鈴木望が出馬し乱立したため自民党新人の宮沢博之に敗れ比例復活もならず落選した。2014年12月の第47回衆議院議員総選挙に 静岡3区から自民党に対抗するため維新の党との候補者一本化の元歳出馬したが宮沢に再度敗れた。超複立候補していた比例党会ブロックで再選し2年ぶりの国政復帰を果たした。2016年民進党に参加。民主党、民進党時代は祖公会や自由警会に所属していたが2017年の 第48回衆議院議員総選挙では、かつての領収である、細野武氏は、元岩田市長の鈴木望に、静岡3区への出馬を打診した。同選挙では、民進党は、公認候補を擁立せず、希望の党で公認を行う方針を示していたため、小山も同等に公認申請をしていたが、10月3日、希望の党は、静岡3区の公認候補に、 鈴木を擁立することを発表。これを受けて、小山は、同日、総選挙には、無所属で立候補する意向を表明した。10月22日の投開票の結果、小山と、鈴木は共に落選した。2018年6月27日、国民民主党の総務会が開かれ、同党の静岡3区の公認候補者に内定した。2020年9月、9。 立憲民主党と国民民主党の一部が合流して結成された新、立憲民主党から次期衆院選の公認内定を受けた。ありがとうございます。